んであいつを追っかけてくんだよ。勘弁してくれ。おい、この先分かれ道だぞ。縦に分かれよう。片方が敵を引きつけて、もう片方は敵の隙をついて攻撃しよう。オッケー、じゃあ俺は左に行くぜ。では僕は右へ向かいます。ちょ、幹事、なんでこっち来んだよ。な、文句あんすか。すげえすげえすげえ。ほら、やっぱこっち来た。ちょ、これどうすんすか。しょうがねえな。俺が残って奴を引きつける。お前らは先に行け。一人でいい格好するつもりか。ここは俺が行く。いやいや先輩、ここは俺に任せてくださいって。いや、ここは俺が行くわ。なんだかんだで扱いには慣れてるしな。いや、僕が行こう。僕だって行けます。いや、クマが行く。先輩にんなことさせらんねえよ。ここは後輩の俺が一肌脱ぎますよ。その言葉待ってたくわ。じゃ幹事、よろしくな。すまん幹事、すぐに救援に来るから、それまで踏ん張っててくれ。え、ちょま、俺一人。すげすげすげ。ああ、骨は拾うぞ、後でな。今の声は辰巳くん。ちょ、幹事くんは。ごめん、説明は後で。ねえ、とにかく今のうちにあのマッチを撃退しねえと。任せてください。たった今凶悪な凶器ができたところです。今日って2回行った。ああ、またこっち来た。材料を思うと心が痛みますが、ゼン君、お願いします。あれを狙えばいいんだな。うぎゃあ。おい、今幹事が焦点仕掛けたぞ。ゼン君、ターゲットが違う。似てるけどそっちじゃないから。すまん、間違えた。やった。なんだありゃ。 FOE が一撃で沈んだぞ。さすが凶悪な狂気、2回言うだけあるな。そもそも狂気って凶悪な前提だよな。言葉のあやじゃないですか。ひでえ目にあったな。みんな無事か。ええ、辰巳くん以外は。敵は身内にいたんですね。でも俺はやってやったぜ。ゴフ。おい幹事、しっかりしろ。で、あれ、こいつ何握りしめてんだ。これはもしやふんどしの布。戦いの勲章というわけか。グッチョ。しかしよ、どうやって FOE を一撃で倒すほどの凶器を作ったんだ。それがありゃこの先も楽できるじゃねえか。
ダメです。わ、悪かった。どうなってんだこれ。ちょっと僕の口からは、ただあれしか方法はなかったんです。そしてあの方法はもう取れないでしょうね。あ？さあここが最後の迷宮だ。みんな気を引き締めていくぞ。おお、あとちょっと頑張ろうね。FOE を見つけたよ。こんにちは。しましたか？
これは。お、